鳥は渋谷でタピル？マジアリゲーター。イェイ。井の頭線に乗って渋谷から TY で乗り換えた。へっへっへ。席空いてるかな。僕何、今日は一人かい。そうだよ、ママにお使いを頼まれたんだ。いい子だね。おじさん、いい子にはプレゼントをあげたいんだ。うちに来ないかい。え、でもアイスやお菓子もいっぱいあるよ。うちに来ないかい。でもママが待ってるから。さっさと来い、クソガキが。黙ってついてこい。おいごらてめえ。え、少年、うちで桃鉄しよう。え、かば焼きさんもあるよ。ああ、お前ら何なんだ。俺の邪魔したら許さねえぞ。あんたと同じようにうちに誘ってるだけだけど。もううちに来るって言ってんだ。少年、マッシュルも見れるよ。行きたい。おい、コメとキンデマもあるぞ。うん。縄文時代かよ。ジョイコン買ってみんなでスイッチやろう。うん、早くしたい。お前ら、それは誘拐だぞ。警察に。誘拐犯さん。え、警察がお待ちです。ソウスケ、弁当持った？うん。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきまーす。ご了承ありがとうございます。にぃひ。邪魔だ邪魔だ。ああ、一定なチビ、どけ。うぅー。 あ、ママの使ってくれた弁当か。全部こぼれてる。弁当ないのはかわいそうだな。ママが朝早く起きて作ってくれたのに。駅弁持ってきな。え、マグロとイクラも入っててうまいぞ。でもママの弁当。じゃあママの弁当と交換してくれる？でも落ちちゃったから汚いよ。女ぐらい大丈夫だよ。駅員さんお腹強いからさ。ほら、持ってきな。うん、ありがとう。ソウスケくんのお弁当美味しそう。うめえ。行ってきます。気をつけてね。うん。え、ただいま電圧地点停電の影響で運転を見合わせております。駅員さん、どうしたの。多摩プラザに帰れますか。今電車が止まっちゃってて、バスで振り替え輸送やってるよ。どこに行けばいいですか。よし、ついてきて。うん。この道まっすぐ行ったらバスの運転手さんがいるから、この紙見せてあげてね。わかった。何かあったらここに電話してな。うん、乗ってきな。ただ途中土砂崩れで通れねえんだ。え、でも安心しな、 CA さんに言っといたから。 CA さん。よし、ここまっすぐ行ったらいるからな。うん、それじゃあ出発しますね。飛行機だ。でもごめん、強風のせいですぐそこまでになっちゃうの。ありがとう。坊主、乗ってけ。船だ。波に乗って進むぞ。行けー。あとあの茶についてきな。え、俺の後ろに乗るのよ。わー、チャリを舐めるなよ。ソウスケー、ママだ。おじちゃんありがとう。え、ゆ、どうやって帰ってきたの。バスと飛行機と船と自転車。え、にぃひ。女性専用車は快適ね。え、次は栄でございます。うわぁ、おぉ、ちょっとあんたら、ここは女性専用車よ。バカなことを言うな。もう9時過ぎてるから誰が乗ってもいいのよ。罠に引っかかったわね、山猿ども。え、名古屋地下鉄東山線は始発から終電までずっと女性専用車なのよ。そんなわけ、前のようには行かないわよ。ちょっと待って、今日は何曜日なのよ。土曜日よ。それが何っていうのさ。女性専用車なのは平日だけじゃないのか。え、そんな、俺たちの勝ちなのよ。土日はしょいなのよ。チュー。ただあんたら男は不愛想なのよ。レディーファーストを忘れずにね。はい、ヤマトが来たらこれ渡しといてな。ヤマトさんですね。了解しました。ヤマトが来たら。ご乗車ありがとうございます。ヤマトです。あ、ヤマトさんですか。はい、これお願いします。お疲れしました。ん、まんまと騙されたわね。ボーナスゲットよ。あれ、ヤマト来たのか。はい、黒猫ヤマトですよね。え、何言ってんだ。え、刈谷駅の小笠原ヤマトのことだぞ。組合の集金に来るって言ってたんだよ。じゃあさっき来た人は。大トロと中トロ10皿、今日は豪遊でよ。大トロと中トロキャンセルで。え、よくも騙してくれましたね、偽物のヤマトさん。これはすぐ警察がこちらに向かっています。お楽しみに。怪我してなんぼの運動会始め。ダメだよ、今令和だぞ。さてと、誰から殺す。デスゲームになってんじゃん。普通の運動会だから。つまんねえの。最初の種目は徒競走。武器あり。なしだよ。反則しようとすんな。位置についてよーい。はできてるか。ペイント入れんなよ。おお前ら戻ってこい。チーッス。え、みんな遅いからブラジル寄ってきちゃった。なんかついてきてるぞ。玉入れ始め。あれや、タクポよ、どこ狙ってんだよ。カゴ狙うんだぞ。女性の輪狙ってた。もう優勝だよ。あ、
雨だ。メイク落ちるから帰る。ギャルすよ。すいません、どうされました？ギャル山駅に行きたいんですが。ギャル山駅へ行くんですか？はい、8番線になります。あいよ、なんで俺も行くんだよ。死なないでくださいね。よし、行くぞ。普通の人が来ていい場所じゃねえよ。何してんの？いつものことだから気にしないで。気になるわ。俺らからしたら異常事態だよ。ドリマ家入ってて。お邪魔します。よく普通に行けるな。チーズ、いつも娘がお世話になってます。癖強いな。これお口に合うか分かりませんが、いただきます。何ですかこれ。カエルとおたまじゃくしの親子丼でーす。ゲボゲボ。先生よく食ったな。だろうな。うちの娘は迷惑かけてませんか？最近は遅刻が多いですね。そうですか。およちゃん、ダメでしょう。ギャル怖。駅員さん、どうしたんだい？遅延症が欲しいんだ。今日は遅れてないよ。くそー。今日はある人がクラスに戻ってきました。誰？舐めてるやつならぶっ飛ばすぞ。いてててててて。あ、どうも。あ、ノブノブタです。ノビノビタだ。違う、ノブノブタ。お前どこ行ってたんだよ。原始時代にタイムスリップしてたんだ。嘘つくな、ぶん殴るぞ。本当なんだ、信じてよ。じゃあ行った証拠あんのか。連れてきたよ、マンモス。落ち着くんだ、マーボー。おい、あいつどうにかしろよ。僕に言われても。ギャー。よっしゃ、バーベキューしよう。しずかちゃん、ちげえよ。そろそろ降りる準備しろよ。今日だ。ミーアキャットか。鳥間腹減ったし、TKG 食べたい。東京らしいもの食えよ。ちょっと木刀買ってくるわ。お土産で買ってくやつだろ。乗り物用意したからホテルで寝てくるわ。離脱早いな。着いたばっかだぞ。おりゃー。何やってんの？スカイツリーの上に石乗せたらいいことあるんでしょ？神社でやるやつだよ。634メートルもあるんだぞ。届くわけ。いけたよー。何やってんだよ。大ニュースになるぞ。あっさっくさでみっちっく発掘したくっさ。こんな時に何やってんだよ。記念にタトゥー掘ってきた。絶対後悔するぞ。たー、ちょー、最高。飢えてる。傘持ってきてよかった。え？ツッコミ担当で黒髪眼鏡で N から始まる人、傘貸してくれないかな。ピンポイントだな。もうこれで行こう。いや濡れるって。さすがに全部弾けないでしょ。じゃあ顔だけ守りたいからこれで行く。窒息死するぞ。街で見かけたら怖いって。そうかな。分かったから、一緒に入ってく。うん。割合おかしいだろ。俺びしょ濡れだぞ。やっぱ西川とあやい傘は無理。え？この傘もらってくわ。いやダメだろ。持ち主の人が困っちゃうだろ。ビバイバー。まったく知らないからな。あれ？俺の傘がねえぞ。あ、西川、入れてくれ。助けてー。もうどうにだってなればいい。ん？これで俺は捕まって楽にしてもらえるだろう。誰でもいい。俺のために死んでくれ。あ、危ない。大丈夫？うん、ありがとう。くっそ、何やってんだ。見てわからねえか。そこの女をホームから突き飛ばそうとしたんだよ。なぜそんなことをするんだ。この子が何したんだ。理由なんてない。ただ俺が捕まりたかっただけだ。てめえ、どんな理由だろうが人の命を奪っていいわけねえだろ。こんな当たり前のこともわからねえのか。皆さん、え、残念ながらこのような事件は今もなくなりません。でもなくす努力はできます。犯人は自分より弱い立場の人を狙ってきます。お子様や女性の方はホームの中ほどで待機する。電車を待つときは SOS ボタンの近くで待機するなど意識してください。はい。平和な日々を守るために皆さんのご協力が必要です。上右下、上右右右。なんでポンデリング？穴開いてたらダメだろ。次こっちね。味変えてどうすんだよ。視力検査しろよ。何それ、美味しいの？ふざけてんな。どこからでもかかってこい。胸を気合入ってんな。目いいんだな。どこかしらです。ずるいな。じゃあお願いします。 VR してくんな。それじゃ検査できねえだろ。そんなもんやってみねえとわかんねえだろ。え、じゃあ向いてる方向は未来っす。そういうことじゃねえよ。お前らちゃんとやれよ。じゃあ西川検査するぞ。向いてる方向教えてくれ。わかりません。どうしようどうしよう。デカさんのカードがないよ。どこやったの？どれだどれだ？ちょっと待って。何ですか？あの子のカード盗んだんじゃないの？え？どう見ても怪しい見た目してるわよ。俺はそんな価値のないカード盗むわけねえだろ。価値があったら盗むってことで、一度盗んだやつは何度でもやるのよ。だから俺はやってないんだって。信じてくれよ。じゃあその大量のカードは何なのよ？これはその…
犯人確定ね。警察を呼びましょう。ちょっと待ってください。え、最後までこの人の話を聞いてあげませんか。どうせ聞いたとこで。お兄さん、聞かせてください。実はその子カードなくして泣いてたから、俺のカードどれかあげようと思って。みたいですよ。ちょ、悪かったわね。いつものことだよ。おい少年、このカードやるよ。ありがとう。ありがとうございます。俺、いいやつじゃね。ご乗車ありがとうございます。お客様、こちらで拝見しますね。はい。今日は何で来られました？ポケカです。ポケカ？スイカとかじゃなくてですか？はい、ポケカで乗ってきました。ポケカは使えないんですよ。改札でピカチュウをかざしたら、ピッカーってなりましたよ。なるわけないだろ。そんな機能ないんですよ。みんなピッピをかざしてるから、ピッピってなるんですよね。違うわ。たまたまそういう音なんです。じゃあ、ライチュウをかざしたら出れますかね？出れないですよ。進化したらいけるわけじゃないんですよ。困りましたね。お客様、怪しいですね。え？このままだと不正乗車の疑いで数十万円の罰金をいただきますよ。じゃあこれで。こんな紙切れで許されると思ってるんですか。このカードは超貴重なニョロモ、1枚なんと200万以上しますよ。ボケかすご。すみません、抽象ですか。20分のください。では40分におまけしときますね。ありがとうございます。おはじゅりー。ボンジュリー、今日も遅刻か。あのね、セットした目覚まし時計が鳴らなかったの。なんで喜んでんだよ。そのせいで遅刻したんだぞ。本当はね、水たまりでカルピス作ってたの。どこで何作ってんだよ。本当は川にお魚さんいたから捕まえてきたの。超巨大ウナギ？黄金伝説でしか見たことないわ。本当は帽子が風に飛ばされちゃって。今日風そんな強かったか。藤井の方だよ。藤井風かい。あの人そんな暇じゃないだろ。本当は道を歩いてたら大きいミミズさんが当選もしてきたの。嘘つけ。そんなミミズでかいわけないだろ。こんぐらい。ポケモンじゃねえか。まったく、本当は何で遅れたんだ。はい、最初から出せ。ランラランラランん？あ、痛いよ。あ、その、もうジュレちゃんなんて嫌いだ。ソウスケくん、うー、ソウスケくん、ソウスケくんと仲直りできるかな。お姉ちゃん、え、何度でも勇気を出してアタックだよ。でも大丈夫、本気の気持ちは絶対伝わるよ。うん、ソウスケくん。何？この前は傘ぶつけちゃってごめんなさい。うーん、お兄ちゃん、ん、許してあげる勇気も大切だよ。うん、ジュリちゃん、いいよ。僕も嫌いなんて言ってごめんね。ソウスケくん、これからも友達だよ。もちろん。にぃにぃ。すいません、新商ですか。20分のください。では60分におまけしときますね。ありがとうございます。おはようございます。エンサか、なんで遅れたんだ。都会の踏切に切れてます。え、だって車両が10両とかあって長いし、本数が多すぎて踏切がなかなか上がらないんだもん。いや、そうだけど、踏切で止まってて遅れたのか。夏の電車に切れてます。今度はなんだ。だって電車によって冷房効きすぎて、外との寒暖差でお腹冷えて痛くなっちゃうんだもん。弱冷房車両使おうな。じゃあお腹痛くて遅れ。新幹線のトイレに切れてます。止まらないな。だって水流すときにシュコってでかい音するから、心臓ビクってなって寿命が縮まっちゃうんだもん。わかるな。てかそれで遅れることないだろ。本当はなんで遅れたんだ。はい、遅延症です。最初から出せ。でへ、シュー。何事ですか。買ったばかりのグラスが割れてるのさ。犯人を探し出してちょうだい。いや、それはできないですね。どうしてさ、人のものを割った犯人がこの中にいるのよ。そう言われましても。あんた今割ったわね。自分で割ったんじゃねえの。そんなわけないでしょ。っていうか、あんたが割ったんじゃないの。は、どう見ても人のものを壊しそうな見た目よ。そんなことするわけねえだろ。あら、焦ってるじゃないの。ふざけんな、俺は何もやってねえよ。怖い怖い、手を出してくるわ。一度話を聞かせてください。いや、ちょっと待ってくれよ、おかしいだろ。見た目で判断する人に切れてます。ええ、だってクレヨンしんちゃんの園長先生だって、見た目はめっちゃ怖いけど本当はめちゃくちゃ優しいし、その子も見た目はヤンキーだけど絶対家族思いで仲間を大事にしてるし、そもそもおばさんのこと気にかけてくれたのはその子だけだし、絶対いいやつなんだもん。疑って悪かったわね。すみませんでした。別にいつものことだ。いいやつ。乗ります。閉めないで。たく、急いでください。ギリギリセーフ。ああ、間に合った。間に合ってはないんだけどね。はい、発車します。動いた。キリンさん見れるかな。楽しみだね。ライオンわさわさしたい。触っちゃダメだろ。え、なんなのこの電車は。本日は電車サファリパークにお越しいただきありがとうございます。サファリパーク。
く？世界初電車で行けるサファリパークとなっております。この先さまざまな動物がお待ちしておりますのでお楽しみに。ちょっと聞いてないわよ。案内板に書いてあったよ。そんなのわざわざ見ないわよ。いつも通り乗っただけよ。別によくない？何がよ。大した用事もないっしょ。シューン。おい、外見てみろよ。すごーい。ここからは草食動物のコーナーです。そうすけ、キリンさんだよ。わー、キリンさん、餌あげる。そうすけに懐いてるね。僕たち友達になろうね。くさいくさい、さっさと通り過ぎてちょうだい。なんか飛んできたわ。ツバじゃね？チューン。ふざけるんじゃないわよ。だっせ。知能の低い生き物のくせに人間様に何をするのよ。あ、危ない。え？うん、チューン。大丈夫ですか？もう黙ってられないわ。なんですか？こんなのもう終わりよ、終わり。ちょっと何するんですか？やめてください。早く終わりにしなさい。ちょっとやめてくだ。レバーが折れた。これはまずいぞ。これだと電車のブレーキがかけられません。うわあ、あのボブは何やってんの。ソースケ捕まって。うわこのままだと建物に衝突する。ぶつかる。ボブさんが助けてくれたんだ。皆様無事ですか？はい。死ぬかと思った。マジ焦った。助けて。今から救助ヘリを呼びますので、このまま車内で待機をお願いします。まさかゾウに命救ってもらうとはな。マジパオン、ありがとな。あ、イガラシ危ない。え、ちょっとイガラシ大丈夫？かすっただけだ。車掌さん、ここのエリアって猛獣エリアです。やば。クソ野郎、怖いよ。みんな食われておしまいだわ。一つだけ麻酔銃があります。これを使ってな。私に任せて。え、一発で仕留めてやんよ。虎は草むらで気配をなくし突然現れる。ライオンより恐ろしい猛獣よ。何してんの？今だ、麻酔銃を撃て。バカ、逃げて。牙が刺さってんじゃん。逃げてたまるかよ。タクポヨと俺より弱い奴らほっとけるかよ。もうやめて、死んじゃうよ。撃って、俺に構わず撃って。生き延びるにはそれしかねえ。バカな真似を。五十嵐、後で絶対助けるからな。頼んだぞ。大丈夫？余裕だぜ。バカ、無理しやがって。車内の安全な場所に運びましょう。うん。なんだか暗くなってきたわね。怖いよ。ここにいたら大丈夫だよ。うん。ここなら扉もあるので安全です。救助が来るまで待ちましょう。うん。ママ、トイレは？あ、外でやってきなさいよ。あ、はい。まったく、早く帰りたいよ。そうだね。なんか動いた？ママ、どうしたの？そして危ない。ああ、ママかかってきなさい。お母さん、無茶だって。バカなことを。みんなには分かんないだろうけどね、親っていうのは子供のためなら何だってできるのよ。ママ、そして、あんたは強い子よ。女の子には優しくするのよ。ママ、行かないで。君たちも生きるためよね。キリンさん、え、すごい。何が起きてるの？キリンさん、ママを助けてくれたんだね。こんなことって、ありがとう。動物たちは言葉を話せません。でも心では話せるんだと思います。キリンさん、ありがとう。あのキリンもお母さんだったんですね。すごいですね。ちょっと社長さん。はい。私たち見捨てられたんじゃないの？そんなことないです。必ず助けが来ますから。私はのんきにじっとしてられないわ。ちょっと橋爪さん、どこに？すぐそこよ。え？昨日の夜飲み水を見つけたのよ。確かそっちって。橋爪さん！早速いただくわ。皆さん、橋爪さんだ。え？みんなで助けに行きましょう。うん。うわ、飲んだ飲んだ。バカどもにも持ってってやるか。来るんじゃないよ、あっち行きなさい。私もここまでのようね。ここで私が食われてあいつらの役に立てるならそれでいいわ。諦めてんじゃねえよ。あんたたち、橋爪さんは粘り強く生きてなきゃダメですよ。まだ死なせねえぞ、ババア。うん、トラちゃん、麻酔が効いたみたいだね。わかったわ。一
人のために命を懸けてあんな猛獣に立ち向かえるあんたたちはすごいわね。でもいい顔してたぜ。きっと誰かのためだったんですよね。皆さん、救助のヘリです。あ、行きましょう。今回はこのようなことになってしまい申し訳ございませんでした。ありがとうございました。え、毎日の平和って当たり前じゃないんだなって思えたし、俺らは野生じゃ生きらんねえなって分かったし、動物たちが生きる強さを教えてくれました。キリンさんとも友達になれたもん。この命大切に生きようと思えたのよ。皆さん、動物たちが檻の中にいるって思ってたけど、私たちが安全な檻の中にいるんだよね。そうかもな。動物たちがいつも教えてくれるのは命の大切さです。命？動物たちは大半が人間よりも早く死んでしまいます、はい、生きている時に一緒に遊んだ楽しさ、そしてどんなに泣きじゃくっても二度と戻ってくることはない死んだ悲しみ、だからこそ動物たちが私たちに生きているということを理解させてくれる。ああ、でも日々亡くなることのない争いや自ら死を選ぶ人々、そんな僕ら人間に動物たちは教えてくれています。命の大切さを。